どうも、パタコです。今日は5日間のコーデを紹介したいと思います。一つ目のコーデはこちら。テーマは普通の平日お仕事に行くです。今回はこのトップスとボトムスはプライムワードローブで注文しました。帽子と靴は自分の私物です。私はもうパンツスタイルが大好きなので、まあ、大抵パンツを履いてるんですけれども、デニムが特に好きなんですよ。デニムって結構形に左右されると思うんですけど、試着できるっていうのがすごく大きなポイントで、履いてみて実際にすごいフィットしたりとか、丈感がちょうどいいとか、そういうのが分かったのですごく良いなって思いました。で、今回この注文したデニムは本当に大当たりで、もう毎日履きたいぐらいすごい私の好みの形でした。トップスはあんまり普段着ないボーダーを選んでみて、秋っぽくちょっとモノトーンな感じの落ち着いたコーデにしてみました。2つ目のコーデはこちら。テーマはちょっとカジュアルなオフィスの日です。これもパンツなんですけれども、こちらのコーデはトップスと靴はプライムワードローブで注文したアイテムです。それ以外のブラウスとバッグとパンツは私の私物です。今回このチョイスしたトレーナーなんですけれども、でこれが結構いろんな色があって選択肢が多かったんですけど、この鮮やかなライトブルーがすごく綺麗だなと思ったので注文してみました。トレーナーって結構サイズ感って悩みどころなので、今回は2つサイズ違いで注文してみて、今回は小さい方にサイズを選びました。丈感とかがちょうどよくて形が綺麗なので、綺麗めにもすごくカジュアルな感じにもどっちにも使えるなと思って、着回ししやすそうなアイテムだったのでこれも当たりでしたね。靴なんですけど、靴はこれ私本当にあんまり履かないような厚底タイプのブーツなんですけど、これもすごく軽くて見た感じはちょっと重そうな感じなんですが、履いてみたら履き心地が抜群でヘビロテしてしまいそうないい靴でした。でこの今回のコーデなんですが、ちょっと恥ずかしい話、あのザドロップのこのアイテムをチョイスした時にこう画像をスクロールしたら着用例みたいのがあって、それがすごくおしゃれだったのでほぼ同じです。3つ目のコーデはこちら。テーマは仕事終わりにデートがある日です。あんまりスカート履かないって言ったんですけど、履くとしたらやっぱりちょっと長めの丈が好きなのと、シンプルでちょっと変わって一工夫あるアイテムがすごく好きなので、今回こちらをチョイスしてみました。でこれワンピースではなくてセットアップなんですよ。なので着回しもすごくできますし、それぞれのアイテムとして使えるのでファッションの楽しみ方の幅が広がるんじゃないかなというふうに思いました。お腹のベルトがすごくおしゃれで、なんか今時っぽくて可愛いなと思って、あえて足元はカジュアルな感じでさっき着た靴を一緒に履いてみました。スカートのフレアな感じがすごくフェミニンな感じと、でトップスのこう綺麗めな形がいいバランスをとって、すごく私的に形はドタイプです。で今回このセットアップなんですけれども、色違いが気になってしまったのでブラウンの方も注文してみて着てみました。こちらです。普段ブラウンあんまり着ないんですが、こうやってあんまり普段着ないものを選べて試着できるっていうのがすごい良くて、私は今回着てみて意外とこのアイボリーよりもブラウン系の方が新鮮な感じがして好きだったので、今回はこのブラウンを選びたいと思います。ブラウンもこのトップスは本当にブラウン系で、下のスカートはこうサテン生地でちょっとピンクブラウンなんですね。なのですごい黒っぽいのにも合わせても可愛くなるし、なんかどんな服にも合うんじゃないかと思って本当に可愛いです。4コーデ目はこちら。これは1つ目のデニムを着回ししました。デニム以外は私のもともと持ってるアイテムです。このデニム本当に着回し能力抜群で、結構グレーって皆さん
持ってるかわかんないんですけど、1本あると本当にめちゃくちゃ便利で、白にも合わせられるし、黒ももちろんいいし、グレー系で揃えてもすごいおしゃれな垢抜けたファッションできるし、ブラウン系も意外と合うし、本当何色にでも合うんですよ。なので本当に1つ持ってると便利っていうアイテムで、今回は私の大好きな白いトップスと黒いブーツでちょっと大きめのハットをかぶって秋らしさを演出しました。5コーデ目はこちら。先ほどのセットアップのブラウンのトップスとハイウエストマーメイドサテンスカートですね。サテンスカートがすごく流行ってるので、一つ欲しいなと思っていたので、ホワイトのちょっと長めの丈のサテンスカートを今回注文してみました。スカートって結構私にとってはハードルが高いんですけど、こう長めの生地とこうマーメイド型のハイウエストの形がすごくスタイルアップの効果もあって、なんかスタイルもよく見えるし、今時っぽさも手に入るし、何よりも可愛い上品な感じのファッションを楽しめるなと思って着てみてすごく良かったです。靴は私物なんですが、あえてこういうのにピンヒールを合わせて、ちょっとなんかレディーな感じをイメージしてみました。さっき言ったばっかりなんですけど、ブラウンのセットアップ、こうしてこのトップスだけを着回したりもできるし、もちろん下だけも着回せると思いますし、本当におしゃれの幅が広がるマストアイテムかなって思います。今回プライムワードローブを使って気になったアイテムを注文してみました。でお家で試着後に気に入った商品だけを購入できるのが本当に便利だなと思いました。そしてちょうど今年に一度のビッグセール、プライムデーが開催中なので、ぜひ皆さんこの機会にチェックしてみてください。ということで今回は秋の5コーデを紹介してみました。もしでも参考になったら嬉しいです。今回も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。じゃあまたねー。